長野獅子踊り保存会の皆様です。遠野郷獅子踊りの中でも格式のある長野獅子踊り保存会の皆様によります、長野獅子踊りは平成19年に遠野市の指定文化財に指定を受けました。また平成26年岩手県の指定文化財にも指定されております。長野獅子踊りは今から424年前に青蘭院を改装された和尚さんが現在の東岩久郡大原から来られた時、そのお供をされた東山御所という獅子踊りの名人が子孫繁栄のために村人に教えたと言われております。お供町の獅子踊りはこれから見ても長野獅子踊りの流れであります。また長野獅子踊りは9月21日、22日に行われます。遠野八幡宮の厄獅子として毎年遠野八幡宮例大祭にも参加されております。